グリア軍は1860年2月8日にテキサス州議会により起立された軍である。この地域は合衆国とテキサス州の両者によりその領有権が主張されていた。1896年5月に合衆国最高裁判所の判決によりオクラホマ準州に帰属することになった。以降グリア軍全域がオクラホマ州域内にある。 論争の発端は1819年のアダムズ・オニス条約における地図に遡る。条約では東西に走るナケテシュ側がジョン・メリッシュによる1818 18年発行の地図が示す成型100度の四五線にぶつかるまでは北側がフランス領、南側がスペイン領と定められていた。ところがこのメリッシュ地図の成型100度四五線は 実際のそれより90マイルほど東にずれて記載されており、さらに泣けて市側は1 0 0度4 5 0 0の50マイル東側で、二股に分かれていた。テキサスはこの二股の北側にあたる支流を境界であると主張し、米国政府は南側支流が境界であると主張した。1874年のクリーヤ軍とウェゲファース軍の地図。この領土紛争は法廷に持ち込まれ、下級心では、 この種の判断の権限がなく、最終的には連邦最高裁判所で争われた。この合衆国対テキサス州事件での裁判所の判断は合衆国を支持するもので、150万エーカーの土地はアメリカ合衆国に帰属するものとされた。この判決を受けて、米国議会はオクラホマ準州に当該土地を正式に割り当てた。直後にグリア軍ホームステッド法が成立し、 すでにテキサスから入植している人々に対して、現在居住している土地160エーカーにプラスして、さらに160エーカーを1エーカーあたり1ドルの安価にて購入する許可を与えた。オクラホマが米国の第46番目の州になった時、当初のグリア軍は3分割されて、グリア軍、ジャクソン軍、ベッカム軍の一部となった。1909年5月22日には住民による、 投票でクリア軍からハーモン軍が分離起立された。ありがとうございます。